あの光は何？あの光は…あ、眩しい光が…光が全てを支配してゆく！来る！光が…眩しい…あ！悪しき力、全てを破壊し、飲み込んでしまう光が、この地球に…何か。戦闘惑星エリア94に確認。フレア艦長、ビーム反射鏡散布完了しました。全艦敵左舷エリア94に集中砲撃。てらい！全弾ターゲットに命中。しかし、また数が減りません。なんだと？反応が迫ってきます。ものすごい数です。接近戦対応、全方門コンピューター射撃。データにない攻撃パターンだ。コンピューターが追い切れない。65% にダウン。第1920分隊応答です。これまでか。艦長、海王星軌道上の無人砲台より入電、核砲撃を決行。直ちに冥王星軌道より離脱されたし。おのれ、やむを得ばいい。なんだこれは。どうした。センサーに反応あり、エリア94に強烈なエネルギー反応が。これは奴らが離れていきます。いかん！全艦180度反転！急速に脱せよ！間に合いません！記憶バンクには確かにメモリーされているはずなのに。プロフェッサー、これを。何か、オーガンから受け継いだ記憶の中にある何かがデータの出力を妨げているようです。何かが。私ものはイバリューダーに帰れ。さあ、我らが勇者オーガンよ。うわあ！これは。このままでは。プロフェッサー。私が精神融合で彼の脳へ侵入し、
情報出力を拒んでいる要素を取り除きます。レベル7にセットして。しかしそれは危険です。プロフェッサー神崎、一刻を争います。早く。はい。オーガン、思い出すのだ、あの戦いに明け暮れた日々を、破壊の素晴らしさを。オーガン、遅くはない。これから始まるであろう戦いに再び勇者として我が元へ、イバリューダーの破壊の先兵として。黙れ。破壊の中でしか自分を見出すことのできない悪魔め。感じるぞ、イバリューダーの本能を、破壊の意志を。その姿こそイバリューダーの勇者の姿。なんだと。もっと怒れ、そして憎め。破壊の意志こそが我らの真理。やはりオーガン、お前はイバリューダーのデトネイターよ。違う。俺は戦いたくないんだ。本当は何者も傷つけたくない。バカな、今さら何を言う。今まで何百何千の命を、惑星を滅ぼしてきたお前が何を言うのだ。やめろ、やめろ。オーガン、呪われし戦士、お前のしなければならないことは戦うことではない。今まで奪ってきた命に対し、自らの死をもって償うことなのだ。恐れることはない。さあ受け入れるがよい。自分の運命を、暗黒の淵へと落ちていくのだ、オーガン。トモル、トモルくん。ん、何者だ。イバリューダのイメージに引き込まれてはいけない。自分を見失ってはいけない。神崎さん、ダメだ、来ちゃいけない。彼らイバリューダには慈愛の心がなく、戦いによる生存のみが彼らの生き方であるのなら、我々も備えなくては。さあ心を広げて、私たちにデータを提供して、オーガンから受け継いだ記憶を。わからない、このデータを渡してしまっていいものかどうか。戦いは何も生み出しはしない。いつもいつも戦いの後には虚しさが残るだけだ。トモル君、あなたがオーガンから受け継いだデータが必要なの。地球のテクノロジーでは限界があるの。戦いになれば勝てないわ、彼らに。でも方法がないわけじゃない。目には目をというわけか。それにこれはあなたのためでもあるのよ。俺のため。思い出して、戦士オーガン、彼が何を求めてこの地球へ戻ってきたのかを。そうだ、彼は守るために、大切なものを守るために。これ余計なことを。貴様の精神から先に破壊してくれるわ、神崎さん。運命にあるのだ、我々の手によってな。守れるか、オーガン。貴様のそのちっぽけな力で、そしてその愚かな力に頼る以上、このゾアには勝てぬ。確かに今の地球の力では彼らに対抗することはできない。このデータが少しでも人のためになるのなら、それがオーガンが望んだことならば、受け取ってくれ、このデータを。戦士オーガンの記憶を。トモル俺はもう。あなたは十分すぎるほど戦ったわ。そして彼も。彼、
オーガンは仲間を捨て命を懸けてこの地球にやってきた。でもなぜだ？ここに何がある？私には分かるような気がする。俺はこんな世界はごめんだよ。生まれる時代を間違えたんだ。何でもかんでも機械仕掛けだ。確かに便利だけど、俺はもっと昔、そう、20世紀の世界がまだ混沌としていた時代が好きなんだ。人間の情熱が世界を動かしていた。彼もそう考えたんじゃない？彼はもう一人のあなたなんだもの。もう一人の俺。私は私の信ずるベストを尽くしてみる。なんということだ。敵は強力すぎます。冥王星艦隊は全滅。こうなったら海王星軌道上の無人砲台が頼りです。あそこの核を全て使ったとしても、果たして機関ドレッドノートを瞬時に消し去った強大な力に対して我々はなす術を持たぬということか。フォレストの局長、プロフェッサー神崎です。つなぎたまえ。神崎君、議論するまでもないようだ。時間はどれくらいかかるのかね？エディフィーだけでなく、すべての民間企業の生産ラインをビルベルビントとリンクする必要があります。アイザックの機能を一極集中に切り替え、すべての労力、エネルギーをこのプロジェクトに注ぎ込んだとして、約3ヶ月。3ヶ月だと？敵戦闘惑星の地球到達と同じではないか。わかった。今日中にも発動できるように測ってみよう。もはやそれしかあるまい。一大軍需体系だ。前代未聞の。信じられません。高度な文明社会同士が生存の全てをかけて戦うことになるとは。それが現実なのだ。頼んだぞ神崎君。わかりました。それに彼、神道灯とオーガンとの合体には限界があります。一度体を素粒子に分解して融合、そして再生を繰り返せるのは最初のうちだけなのです。すると、それを繰り返していると、いつかオーガンと分離できなくなる恐れが、いえ、すでにもう合体できないかもしれません。それどころか命を落とすことになりかねません。彼のためにも何としてもこのプロジェクトを成功させなくては。わかった、プロフェッサー。誰にでも適応できるソリッドアーマーが必要というわけだな。頼むぞ。はい。これでよい。もうあのトモルトがいう少年もオーガンも我々の意思通りにならぬものは必要ない。やがてエディフィー全てが強力な戦闘力を持つソリッドアーマー部隊となるのだからな。そうなれば我々は奴らに勝てるのですね。いや、それどころか、奴らイバリューダーを倒し彼らの進んだ戦術文化を入手することも可能に。そうですね、局長。バニングス君、君は何年私の下にいるんだね。事態はそんな単純なレベルではないんだよ。勝った後など考えられん。あ、申し訳ありませんでした。何としてもどんな手段を用いても成功させねばならん。このプロジェクトに地球の命運がかかっているんだ。ドア司令、まもなく奴らの第二防衛線に突入します。この程度の戦力で我々の進路を断とうなど笑わせてくれる。選手たちの覚醒を急がせろ。一気に蹴散らして奴らの本性に突入するのだ。はっ。ウィークス、何かが私を呼んでいる。ほう、青い星が見える。そこから誰かが私を。これは何者が予見している。私と同じく未来を予見している。ウィークがこのような反応を示すとは一体。第4第5艦隊、速度マイナス4、
敵総空まで約 2.5 時間。艦隊隊形現状維持で前進。繰り返す、現状維持で前進せよ。録画スタンバイ OK。 パラボラアンテナ角度修正よし。本当によろしいんですか？危険がないとは言い切れませんが。構いません、始めてください。わかりました、送信開始。全てを投げ打って月までやってきた。そうだ、彼は未来からの逃亡者なんだ。俺が過去に見せられているように。コンピューター、アイザックと私の見解は一致している。彼らは宇宙という逆境に適応するために理想的な肉体を手に入れた。ソリッドアーマーと呼ばれる究極の肉体を。我々より数千年進化した姿、それがイバリューダーなんだわ。でも彼らは同時に大切なものを失った。全てを失うことを恐れたあなたたちはたった一つのオリジナルを残して、それがあなたなのよ、ミーク。それでは我々の標的としているこの星は、我々は戻ってきたということ。全ては予言の通りだった。オーガ、闘争を除いては。闘争ではないわ、彼は帰ってきたのよ。戦士オーガンはあなたたちの失ってしまったものを求めて。失ったもの。ミーク、目覚めてください。その破壊の意志はあなたの真意ではないはず。イエーク、コンタクトを接触を断ち、何をしている。目前の敵を砕き破壊しろ、そして進むのだ。失ったもの、ミーク様。光が、あっ、反物質砲、恐ろしい怒りのエネルギーが発射。うわっ、クミちゃん、クミちゃん、どうしました？クミちゃん、大丈夫？クミちゃん、どうされました？しっかり。反物質砲だと？奴らのテクノロジーは我々の想像力をはるかに超えている。冥王星艦隊に続き土星艦隊も全滅となると。こうなったら月公転軌道上に全ての残存艦隊を集結させ、最後の防衛線を挑む以外には方法が。いや、しかしそれでもし防衛ラインが破られてもしたら。その時は地球の最後だ。とにかく現在の我々の戦力では勝ち目がない。全てはプロフェッサー神崎のソリッドアーマープロジェクトのみが頼りだ。神崎君。はい。プロジェクトの進展具合はどうかね。ご覧ください、間もなく完成します。オーガンタイプの試作機第1号です。データ上ではオリジナルの 69% のパワーを発揮できるはずです。ああ、完成を急いでくれたまえ。
すべては君とアイザックにかかっているんだ。頼むぞ。はい、最善を尽くします。敵戦闘惑星の地球圏到達まであと3ヶ月か。危機は迫っている。だが恐れることはない。君の勇気が情熱が今こそ全てを救うのだ。勇気、力、未来、エディピー。どうだ、すげえだろ、トモル。オーディション大変だったんだぜ。73人も応募がいてよ。お、どうしたんだ、トモル。浮かねえ顔してさ。確かにさ、こんなご時世だけど、なんとかなるよ。人間はバカじゃない。それにさ、いざとなったら、お前も知ってるだろ、あのオーガンってやつがさ、こうバーンとやっつけてくれるって。そうだな。兄貴も月から帰ってきてるんだろ。お前もさ、この戦いが終わったらシティナンバー3の親父さんたちのところにでも行ってさ、親孝行してやれよ。ああ、そうするかな。うん、さあ早くシェルターに入ろうぜ。パスフーの入足とたくさん持ってきたからさ、退屈しないぜ。悪いけど先に行っててくれないか。え、俺夜とかあるから。そっか、あんじゃあ後でな。早く来いよ。2100年、シグナライト計画。白鳥座方向に発生した謎の超重力源の調査に赴くも、200年経った現在も帰還せず、一切の消息は不明か。全てはここから始まったんだ。そして彼らは帰ってきた。人類が究極まで進化した姿、イバリューダ。破壊と殺戮を繰り返し、なお進化し続ける戦闘種族。その中に時空を超えて存在するもう一人の俺、オーガンがいた。彼らがなぜあのような進化を遂げてしまったのか、なぜ今地球に戻ってきたのか、そしてオーガンが地球に求めたものとは。全てはこの戦いの中に見出すことができるかもしれない。ご意志。我々の前にあるのは鏡。過去と未来の鏡を挟んで対峙している。そして光、光が見える。何者かが放つ光が見える。何者かが放つ眩しい光が、光が全てを集結させ、そして全ての始まりへと導く。彼らは星々を渡り、より強く強靭な体を手に入れ、手に入れ、終わりなき前進を続けてきた。しかし今我々の前には過去もある。過去から何を吸収すればよいのだ。過去から。ミーク様、全能にして全てを予見されるミーク様が何をお迷いですか。司令を我らに、イバリューダーの戦士たちに終わりなき前進の命を。オーガン、彼は、彼だけは知っていたというのか。母なる星、地球にありし、我々が失った何かを。ミーク様、ゾア様、何事だ。ん、これは、あ、機動敵弾兵中隊、発進準備よし。テイクオフクリアランスを求む。レッド中隊は区域アルファ2より危機戦闘惑星突入。了解、今までの借りは返してくるぜ。進路クリア、全機発進せよ。レッド中隊、ミツルギ、出ます。
シモンズ提督、ソリッドアーマー部隊前期発進終了、攻撃準備完了です。よし、己オーガム、我々のテクノロジーをあの者たちに。こうまでして守る価値があるものがこの星にはあるというのか。ありはしない。そのようなものがこの星にあるはずがない。全力を持ってこの惑星を殲滅せよ。原始の塵一つとして残らんほどりな。行くの？戦いが始まった。行かなければ。あなたには分かってるはずよ。今オーガンとリンクすることは分かってる。だけど今行けば、彼らと戦えばはっきりと分かる気がするんだ。オーガンが何のためにこの地に戻ってきたのか、はっきりと。どうしても行くの？いやよ。なぜ戦わなくちゃいけないの？そんな体になってまで。もう会えなくなるかもしれないのに。死にに行くんじゃない。君やみんなが安心して暮らせる世界を作りに行くんだ。止まる！神崎、アイザックから緊急連絡です。メインスクリーンへ。プロフェッサー、敵戦闘惑星が反物質砲発射体制の変形を開始しました。変形が完成し発射されるまであと705秒です。なんと、その破壊力は地球を完全に消し去るに十分すぎるでしょう。ソリッドアーマー部隊は何をやっとるんだ？レッド中隊の三剣はどうした？うっせ地べたに這いつくばってガタガタ言ってんじゃねえよ。こっちも必死なんだ。取り付こうにもこう守りが固くちゃさ。大将、レイジの方向デストロイヤークラスです。なんだと？エンジンユニットが大将間に合わねえ。オーガンだ。オーガンが来てくれた。
ぞ。少年、何事だ。ヘクサーキャノンの直撃です。シールドに一部亀裂が入りました。ヘクサーキャノンだと。まさか、オーガン隊長、敵要塞のシールドが突入するのは今です。少年、見つけたようだな。守るべき対象は。行くぞ。オーガン、オーガンと闘争に何か意味があるはずだわ。そう、オーガンが全てを狂わせたのだ。未来が、未来が歪んでいく。お待ちください。総司令自らとは。ゾア様、ゾア様、ここは任せたぞ。はい。オーガン、ゾアか。急ぐんだ。ワイザー、大丈夫か。外敵が侵入しました。敵ソリッドアーマーが侵入した模様です。待って、デトライター2名をこちらに。ミーク様をお守りするのだ。ミーク、目覚めてください。刮目して光の中に散りゆく魂の色を見てください。彼らは守るために、愛する者を守るために戦っているのです。守るため、何かを守るための戦いだと。そのために身を挺して戦っているというのか。人とは一体。オーガン、どうあがこうと未来を変えることなどできません。相当ミーク様の破壊の意志の前には何者も無力よ。いや違う、先ほどからゾーマの中心より心を感じる。あれはイバリューダーではない、人の心だ。気づいていたか。相当ミーク、進化し姿を変えたイバリューダーの中にあって唯一人の姿を残す存在だ。シグナライト計画のために人類が作り出した超人類、コンプリヘンド計画のプロトタイプよ。そうか、全能なる指導者ミーク、お前が。そうだ、血気に生えるイバリューダーどもは力だけでは抑えられる。未来を予見できるミークの能力はぜひとも必要だったのだが、彼女を解放することはできる。地球人どもからくだらん慈愛の心を学んでしまったらイバリューダーは終わりだ。無情なる戦いこそが我々を支えているのだ。そう、貴様勝てるか。このわしにイバリューダーの総司令にして最強の戦士であるこのゾアに。貴様の精神はくだらん慈愛の心に汚染され、かつての無情なる破壊戦士のそれとは違う。教えてやるぞ、慈愛の心が力になること、そして人のみが持つ無限の可能性を。おしゃけや。Yeah!
を刺す前にこれだけは言っておこう。我々はさまよった永劫の闇の中を、何百年も何千年も光を求めて、しかし助けは来なかった。地球からは何の助けも来なかったのだ。貴様が言うように守るべき価値のある者たちならば、我々を見捨てはしなかったはずだ。この宇宙で唯一信じられるのは力だ、心ではない。み、道、中心コントロールルームの破壊に成功。そうか、やったぜ。作戦終了、全艦に撤退命令。要塞爆発の衝撃に備えるんだ。これはどうした、神崎君。反物質反応まだ機能してるわ。なんだと。アイザック、考えられない事態が発生しました。確かにコントロールシステムは破壊されたのですが、反物質砲のカウントダウンは続いています。どういうことなのアイザック。何か強力で異質なエネルギー波動が月面上から敵要塞に向けて発せられています。ならばそれを破壊すれば。無駄です。すでに要塞は最終砲撃態勢に入りました。発射まであと185秒です。他に方法はないのか。このままでは地球が。オーガンのグランドクルスアタックならば対抗できるかもしれません。しかし太陽がなくてはその力を使うことができないのです。アイザック、日の出までは。残念ですが25分です。万策尽きたか。ありがたく思うのだな。貴様の無意味な戦いにこのわし自ら終止符を打ってやったのだ。そしてもうじき全てが終わる。オーガン、オーガン、立ち上がってください。地球を救えるのはあなたしかいないのです。目覚めてください、オーガン。バカだ、なぜ動く。陽光炉を失ってまで。己死に損ないが、ならば完全な死を貴様にくれてやろう。止まれ。原始に帰れ、オーガン。発射まであと61秒。防御シールドを下ろせ。無駄だ、それが何になる。これが運命だとでも言うの。地球が、オーガン、オーガン、今こそ放ってください。全てを終局に、そして始まりへと導く聖なる光を。
いいか。そうか。しかしそれには体温が必要なんだ。日の出までにはまだ。私の能力のすべてを使って太陽を呼びます。太陽。何、どうしたんだ。太陽です。太陽が出現しました。太陽が止まる。ご無事でしたか、プロフェッサー。なんとかね。それより状況を説明してちょうだい。衛星軌道上で巨大なエネルギー同士が衝突、対消滅反応を起こしました。巨大なエネルギー、オーガンね。そうなんでしょう。はい、間違いありません。その後オーガンは分かりませんが、おそらく対消滅に巻き込まれて。お、これはどうしたの。オーガンです。オーガンの反応が。現在高度3万メートルを自由落下中。予想着水地点はポイント302です。終わったのか。なんだあれは。ちっしょう、敵の残存戦力か。いや、待て。あれは人、人間なのか。我々はこの星を後にして以来、未来を求めて宇宙をさすらった。私は遥か未来を予見する能力を、そして人々は強靭な肉体を手に入れた。しかし我々の未来はここにはない。
放浪者か宇宙を旅する。帰ろう地球へ。どこへ行くのかしら。彼らは永久に進化し続ける運命を背負ってるんだ。しかし彼らは、ミークは慈愛の心をこの地球から学び取ったはずだ。もしかするといつか人の心を持った私たちよりも優れた知性体となる日が来るかもしれないわ。それも彼が地球に求めたものだった。オーガンは地球を救うためだけではなく、イバリューダーをも救おうとしていたんだ。間違いない。ここにはオーガンが求めたものすべてがあった。そしてこれからは僕一人の戦いが始まるんだ。愛する者すべてを守るための戦いだ。行こうか。さっきまでいたのにな。おーい、ママ。